8月13日の夜、羽田から名古屋へ向かった全日本空輸のダグラス DC3 型旅客機は、SOS を最後に乗員33名を乗せたまま消息を絶ちました。明けて14日、遭難現場とみられる伊豆の海上では、懸命の捜索が続けられましたが、取るものもとりあえず、名古屋から駆けつけた家族の姿は痛々しいばかり。悲嘆に暮れる一行を迎えた全日空本社では、ミドロ社長がお詫びの言葉。責任を感じておりますが、声もなくうなだれています。そして午後0時30分、警備船朝風はついに大島西南方の海上で遭難機の破片を発見。無残に壊された座席、やがて波間に漂う15の遺体が次々に収容され、下田港に帰ってきました。犠牲者の体はいずれも墜落の激しさを物語るようにひどく傷ついていました。白木の艦に収められた遺体は氏名を確認した後、海前寺に安置。夜とともに東京から駆けつけた遺族たちは棺の前で物言わぬ対面。変わり果てた肉親の姿にただ泣き崩れています。木星号から6年、再び繰り返した痛ましい空の惨事でした。